湾初の潜水艦建造に成功し、現在海洋試験が始まる中、台湾の新たな潜水艦戦略をキャッチしました。今回は、そんな自国初建造潜水艦での台湾海峡戦略を詳しく見ていきます。台湾海峡の深さも、1700m と、やっぱり台芸型に似ているような。X 火事が、どうも海上自衛隊潜水艦に似ていますよね。表向きは、アメリカ主導になっていますが、台湾海峡の忍者誕生しました。中国海軍原子力潜水艦は、一隻で、壊滅なんてこともあり得るかも。毎年収益すると、中国には対応できなくなるね。最後まで見てね。9月28日台湾は、初めて自主建造した潜水艦を進水させました。2014年、平成26年からスタートした重点的な取り組みの成果と言えましょう。一隻目の建造費は、約500億台湾ドル、約2300億円と見られます。開発にあたっては、外国からの支援を受けたようです。ロイター通信によると、台湾は、同級の潜水艦を、2027年までに、少なくとも2隻を配備する意向ということです。台湾の新潜水艦は、排水量に500から3、000トンと伝えられています。名前は、伝説の大魚、コンにちなんで、ハイ君と付けられたそうです。このコンは、中国の古代伝説に登場する大魚で、北の果ての海に住むという、何千里という大きさの魚ということです。白髪三千竹ではありませんが、中国は盛るというか、どでかいことが好きですよね。さて、そんな大きい名前をもらったハイ君。この艦は、台湾の新兵器としては、群を抜いて重要なものという位置づけです。F-16 戦闘機や M-1 エイブラムス戦車、パトリオット地対空ミサイルといった有名な武器以上に、ハイ君と、その姉妹艦7隻は、中国の侵攻を抑止してくれる可能性があるからです。アメリカ、さらには、日本の潜水艦と共に戦うとしたら、中国を撃退することも可能とも言われているとか。中国が台湾に侵攻するとしたら、まず、何百発もの弾道ミサイルや巡航ミサイルを台湾の防空設備に向けて発射すると同時に、台湾軍の補給線や通信網の寸断し、その後、中国海軍や民兵部隊が、兵員や車両を台湾に上陸させることになるでしょう。ということは、台湾海峡を 150km も渡海して台湾西海岸に上陸しなければならないということです。西ではなく、東海岸に上陸しようとすれば、もっと長い距離、つまり数百キロメートルも航行しなければならないのです。海上において、侵攻する中国側部隊は、相手からすれば非常に狙いやすいと言えます。さらに、一部の部隊の上陸に成功しても、彼らも脆弱状態に陥るでしょう。なぜなら、台湾での地上作戦をスタートしても、決定的に重要な最初の数週間は、中国は、艦船に補給を頼ることになるからです。台湾内陸部で孤立することにもなりかねませんね。台湾側が、中国の揚陸艦や補給用艦船をたくさん沈めてしまえば、上陸部隊は、たちまち、食料や燃料、弾薬が欠乏しますから、沿岸部か少し内陸のあたりで侵攻は止まらざるを得なくなると見られています。台湾軍の水上艦やハープーン追艦ミサイルを搭載した F-16 戦闘機も中国艦隊にとっては脅威にはなるでしょう。しかし、それらよりもっと危険なのは重量約 1600kg のマーク MK48 魚雷を発射する潜水艦なのです。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS センター・フォー・ストラテジック・アンド・インターナショナル・スタディーズは、今年1月、中国の台湾侵攻を想定した実戦のようなシミュレーションを行いました。その結果は、中国軍の奇襲が、どの程度成功するか、中国軍の初戦のミサイル集中攻撃に先立って、アメリカ軍が、西太平洋に、どのくらい、慎重に兵力を分散させているかに、大きく左右されるものになりました。24のシナリオが検討されましたが、その多くが、台湾と支援国側は、多大な損害を受けるものの、最終的には勝利するだろうという結果を弾き出したのです。
その勝利には、潜水艦と爆撃機という2つの重要な兵器が大きな役割を果たしていたという報告もありました。では詳しく説明してみますね。図上演習において、アメリカ艦隊の40から50隻の攻撃型潜水艦を4隻ずつの小艦隊に編成、グアム、ウェーク島、横須賀のアメリカ軍基地に配備しました。中国側から最初のロケット弾が撃ち込まれると、時を同軸して中国艦隊が出撃した時点で、狭い台湾海峡には1個小艦隊が展開しているという設定です。4隻の潜水艦小艦隊は、魚雷やミサイルを撃ち尽くすか、中国側に撃沈されるまで、中国艦艇を次々に沈めていったようです。これらの小艦隊は戦いをし、港に戻って再装填し、再び出撃して戦ったと報告書は説明しているようです。この各潜水艦は、3日半の間、中国軍の大型揚陸艦2隻、同数の護衛艦あるいはおとりを撃沈したとも述べています。シミュレーションでは、アメリカ海軍の潜水艦は、2週間の集中的な戦闘で、中国海軍が保有している最大の揚陸艦や水上戦闘艦の多くを含む艦艇を、マックス64隻撃沈したという計算をしています。うまくいけば、中国が保有している数隻の空母の一部を撃沈した可能性もあったということです。これが敵を見くびったための甘い見通しでなければいいのですが。さて、このシミュレーションでは、中国艦がアメリカ潜水艦の攻撃を免れたとしても、安全というわけではありません。クライシスの機上戦では、ステルス巡航ミサイルを発射するアメリカ空軍爆撃機が、アメリカ海軍潜水艦以上に、中国艦に大きな危険をもたらすということも分かったのです。台湾と支援国側が最も決定的な勝利を収めるシナリオによると、中国の揚陸輸送艦隊は 90% の艦艇を失い、上陸できた少数の大隊への補給も不可能になっていました。つまり、中国側は海上交通路を確保できなかったため、上陸部隊がすぐに燃料や弾薬が底をついたという結果になっています。ここで留意しておくべきなのは、このシミュレーションでは、台湾軍の潜水艦は、ほとんど戦力に含まれていません。現在、台湾海軍は、前線用の潜水艦を2隻保有していますが、オランダが、1980年代、昭和55年からに台湾向けに建造したものですから、一般には旧式とみなされています。耐用年数が来ている艦艇でしょうね。自国製の海軍級潜水艦8隻が配備されれば、中国艦隊に対してアメリカ主導の台湾防衛を展開できる潜水艦や魚雷数は2割ほど増える計算になります。日本の海上自衛隊が運用している潜水艦22隻の一部がここに加われば、その戦力はさらに増えますね。参加の是非は今後に先送りになるでしょうが、アメリカ、台湾、日本側が勝利するとしても、当然のことながら大きな代償を伴うことになるでしょう。クライシスのシミュレーションでは、数週間の戦争でアメリカの潜水艦の大半が中国護衛艦や航空機、潜水艦によって3から4日に5分の1ほどの速いペースで失われる計算になっていました。最終的には十数隻の潜水艦が海底に沈められ、数千人の乗組員が犠牲になった可能性も弾き出されているのです。台湾は中国の侵攻を撃退するため、せっかく作った新型潜水艦を何隻か失ってしまうかもしれませんが、台湾住民の命と生活、そして民主主義を守ると考えたら、小さな代償ではないか、という意見もあるようです。香港の先例がありますからね。命と兵器とどちらが大事かと言われれば、個人としては命を選ぶでしょうね。もちろん、個人の命を選べることが幸福なのかもしれません。某国などは、庶民の命や生活より、国の兵器や武器が大事らしいですからね。日中戦争にまで遡る中国と台湾の因縁。天安門広場に掲げられた巨大な写真は偉大なる人物と崇められていたも、ウタク島、彼と対立して台湾に逃げ、新政府を作った蒋介石。この二人の事績も、今や、
歴史の教科書でしか知らないという人が多くなったように感じます。根深い因縁は、なかなかほどけるものではないでしょう。でも、一番いいのは、戦火が起きないことであるのは言うまでもありませんよね。勝利したとして荒廃した国土に疲弊しきった国民がわずかに生き残っているだけだったら、それは国家とは言えないのではないでしょうか。そして、日本人は、78年前の焼け野原を忘れてはいない、いけないはずです。